はようございます。ひじチャンネルです。今日は10月18日日曜日ですね。先週ちょっと、これだい大きな2枚釣れた、横浜市金沢区の、また川なんですけど、ちょっと別の川に来ています。さっきね、この橋の下でシーバスが2回ぐらいかかったんですけどね、バレてしまった。餌はカニですね。3頭目のあれね、紙の消費が激しいな。一応ここまだ初めて来た場所なんで、まあ、ちょっとどういうのがどれかわかんないですけどね。一応水は結構良さげな感じでしたね。ちょっとこの上見つかってみよう。カニちょっと温存しましょう。ちぎれで、先週が金沢区で44センチと 49.5 センチ。今週もまたなんていう、そんな甘いことは考えてないですけどね。釣れたらいいかなと思ってます。頑張りましょう。しばせるなぁ。言える場所です。ちょっとニック使わない。こんにちは。ちょっと風が強いから多めにしましょう。風が強いんで重めの進化を近い進化ガンダムを使います。また挟まれたよ。やったいな。まだ手袋必要ですね。先週か。港未来でめっちゃ噛まれたし、嫌だ。カニは、美味しいのと臭くないけど、ちょっと攻撃されるのはちょっと嫌ですね。本当。マジ勘弁だもん。
なあ。どマジか。いやちょっと気が持った。そんなでかくないんだけどな。こっちはシーバスブーマーなんだよな。入ら、入ら、ちょっと、やべ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 、よっしゃ、やった。おお、ナイスサイズ。やりましたね。よいしょ。よっ、よいしょ。ピカチッ。よいしょ。おお、でけえ子。Thank you.56センチ。7はいかないから56センチぐらいだね。やった。これカニ。よかった。最後。よいしょ。いやー、いいね。ちょっと並べる。
そうですよ、そうです。いやー、やりました。シーバスさんをほぼほぼ初めて釣れたな。針どこでしょうか。あ、いいよ、帰って。あ、ちょっと。まあ、取れんの。いいね。オッケー。じゃあまあ話しましょうか。よいしょ。よし、バイバイ。テムロ線シーバスなのかな。これだけじゃないですかね。いや、もう諦めかけたよ、本当に。あ、まあ、そうだね。そうだね。三回ぐらいかかったんだけどね。やっとあげられたんだ。やっぱあんまきつく巻くと癖がつきました。もっと緩めに巻く。よかったよかった。よかった。ね。